どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のデューです。さあ、本日はデュエルリンクスラジオのお時間でございます。本日のトークテーマはこちら、リンクスのダメなところ。はいはい、ということで、本日なんですが、リンクスのダメなところについてですね、まあダメなところっていうか、まあ、要望ですね、要望まとめを私作ってきましたんで、こちらをですね、お届けしていきたい。これ何かっていうとですね、なんでこんなことを言うかっていうとですね、リンクスを愛しているからこそなんですよ。だから愛の提言だと、愛の提言であると思っていただければと思います。これ意見はですね、まあ、こんだけあるんですけど、ディスコードのコミュニティのね、意見、私の意見だけではなく、ディスコードのコミュニティの意見もまとめてきましたんで、まあ、ユーザーたちの意向だと思って、コナミに届けという気持ちで今日は喋っていきたいなというふうに思ってます。まあ、いわゆるね、これリンクス目安箱っていうね、ことだと思っていただければと思います。まずはですね、デュエルやスキルの使用について、創造者のスキル、そろそろちょっといじってもらっていいですか。そろそろあまりにもこれ時代錯誤すぎません。今なんかスキル発動するとなんかブレイカーとか出てくるんですよ。あれさ、あれバカにしてるよな、あれバカにしてるんで、あれちょっとこれそろそろいじっていただきたいということですね。それから仕様について、全体的な、まずですね、これ本当なんでって思ってるんだけど、フルオート周回できないのマジなんで。どのゲームでもさ、オート周回ってあんじゃん。レジェンドデュエリストをさ、いまだにさ、ボタンポチポチやって倒せないといけないってやっぱおかしいよな。これおかしいと思うんだよな。だオートスキル掘りができない弊害っていうのがあって、これオートスキル掘りができないからランク戦で自殺デッキとかいう本当虚無のデッキが流行るんですよ。あのさ、自殺デッキ相手にしてる時ほど時間無駄にしてることないでしょ、基本的に。あれほんまに虚無なんだよ、あれ。だから新キャラクターがちなみに出てくると本当自殺デッキってすげえ流行るんですけど、こんな仕様にしてるこれシステムがいけないんですよ、基本的に。だから、まあ、提案としてはまずオート周回、フルオート周回できるようにしろっていうこと、レジェンドデュエリストと、あと、スキル、例えばモブキャラも落ちるから、落ちるようにすれば、モブキャラから対人戦だけ落ちやすいっていう仕様ってどうなのかなって思ってるさ。その対人戦やったらついでにスキルも落ちるかもしんないし、モブキャラからも落ちるよっていう仕様にした方がよくない？対人戦をやりたくない人もいるからさ、世の中にはそんなにたくさん、まあ、フレンド対戦とかルーム対戦を楽しんでるっていう人もいるし、だから対人戦も推奨をめちゃくちゃするんじゃなくて、ちゃんとソシャゲとしてモブキャラとかからでも落ちるように仕様は変更した方が基本的にはいいと思う、俺は。でイベントにイベントかぶせんのやめてくれ問題、これ周回めちゃくちゃめんどくさいのよ。これね、一回やったんだよね、なんだっけな、ティラノ剣山と、なんか本気のアンズだったかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね、そのキャラクター2人かぶっててさ、でその2人のキャラクターがランダム分けで、しかもなんかどっちかのワールドにどっちかが湧いたらそこ倒して、で次また倒して、また次倒してみたいなことをなんか永遠にしないといけないみたいなのがあって、くっそめんどくさかったんだよね。だからイベントにイベントかぶせんのマジでやめてほしい。ちゃんとイベント期間区切って、こっからこってやるか、もしくは2個かぶせるんだったらすげえ長くして、イベントの期間を。なんだろうな、そのね、ワールドの行き来ってすげえめんどくさいんだよ。リンクスやってる人だったらわかると思うけど。だから、これ周回ストレスすぎるんで、マジで。これやめていただきたい。それからこちらですね、デュエル評価のポイントを見直していただけませんかっていう問題。デュエル評価のポイントさ、いまだにさ、デッキ超ギリとかがさ、なんか、ポイントあるんですよ。そもそも遊戯王なんだから、そのデュエルの内容、なんか何回進級したかとか、相手のカード何枚破壊したかとか、そういうので評価するべきじゃないと思うんだけど、なんかもしくはね、普通になんかもうなんか倒し、なんか結構かっこよく倒したらなんかうまいこと点数上がるみたいなできないのかな。なんか今の周回デッキクソつまんなくて、そのこれが正直俺なんかそのイベントをつまんなくしてる要因なんじゃないかなと思ってるんですよ。これ何かっていうと、そのなんか例えば枠じゃないですか、まあ、本気のなんかその城之内とか湧いたとして、でそいつになんか決まるかどうかも分かんない、なんか謎のなんかユニアタ従者みたいなデッキで、なんかデッキ超ギリでなって周回するのがクソつまんないんですよね。その
城之内が出てきたら、なんか普通に遊戯のなんかブラックマジシャンとか使ってめちゃくちゃボコボコにしたらすげえなんか評価もらえたとかだったら超楽しくないですか。なんかね、今のこのデッキ長期でなんかクソユニ型従者デッキとかを使ってやんないといけないのがめちゃくちゃ鬱陶しいんで、これはこれがなんかあのそのイベントをつまんなくしてる要因じゃないかなって俺はちょっと思ってるんだよ。だからここも見直すことによってなんか逆にイベントが面白くなるとかいうことがあるかもしれないから、これちょっと一回考慮していただきたいと思ってます。で、これね、ランダムラップイベント、これね、課金アイテム導入した方が俺いいと思うんだけど、これどう思う？あの課金で、ね、無限に、もちろん無課金の人はあの今の現状の仕様でもう別にいいよっていうのにプラスして、課金で無限にそのなんかキャラクターを沸かせるっていうね、これ仕様、この仕様をなんかさ追加したらさ、コナミ的にもさ、その利益になるじゃん。あのイベントで儲けられるっていうね、あの俺だったら課金するもんだって、これあったとしたら、このアイテム買ったとしたら、今現状だったらモブをね、モブを買って強引になんかそのランダム沸かせるっていう、まあそういう方式なんですよ、課金するとしたら。これマジで時間泥棒なんですよ、これめちゃくちゃ時間かかる、これめんどくさいから、そのいちいち。だからもう直接さ沸かせられるようにしないかっていう、そういう話ね。あのまあその他のソシャゲっていうところのスタミナみたいなとこあるんで、モブを買うっていう行為がだからちょっとね、そこ難しいところあるかもしれないんだけど、そのユーザーの意見としてはなんかそのこの回りくどいこの方法が嫌だから、だからもう普通にランダム巻き、もう単純にその一生なんか出てくるみたいなあのアイテムがあったらそっちの方がいいなっていうね、高くてもいいから買うわ俺は。1万円までなら出すわ、あの福沢諭吉1人分までなら許す。で、イベント開始と終了の紙芝居スキップさせてほしいこれあるね、これはある。ボイスついてるわけでもないので、なんかただの紙芝居なんですよ、イベント始まるときって、あと終わるときも。だからあの紙芝居はちょいらないから、もうゴリゴリスキップさせてもらっていいと思います。私はここに時間使ってんだったら他に時間使いっていうのがいっぱいあるから、リンクスは。で、スチーム版に一生日本語対応しないんですかっていう意見ね、これはまあ、英語版しか多分今あの対応していないと思うので、まあ、これはしっかりと対応していただきたいと思ってます。あとこれね、キャラクター解放チケット作らないんですかっていう問題、これさ、それこそさ俺思うんだけど、新規が手が出るほどあの欲しいんじゃない、このチケット、あのキャラクター解放チケット。例えばあのヘルカイザー寮とか、あれ解放するのすげえめんどくさいのよ。なんかあのこのキャラクターとこのキャラクター出して、でそのキャラクターでなんか戦ってみたいなことをしないといけないって、なんか例えばじゃ あのサイバー流作りたくて、サイバー流容疑作りたいってなった時にヘルカイザー量出すのクソめんどい、あクソめんどい、このゲームやめようってなる人いないかなって心配で、それこそなんか一撃でもうキャラクタードーンってゲットして、でスキルチケットでバーンってゲットして、もうすぐにデッキ作れるっていうぐらいにしないと、今ほらゆとり世代が多いでしょ、あの我々の世代って、まあ、僕もゆとり世代なんですけども、ゆとり世代ってやっぱすぐやめちゃうからゲーム、だから結構ね、その辺の煩わしい作業は簡単にした方が俺いいと思うんだよ。でこれ最近ついた機能で、なんかデュエルしてる時に名前が表示されるっていうね、あのこれすごくいいあの機能だと思うんですよ。あの基本的にはあの大会とかで表示、名前が表示されることによってどっちがどっちか分かるようになったりとかするんで、すごいいいことだと思うんですけど、これ晒されたって感じる人も少なからずいるんですよ、世の中には。俺昔動画作ってて、その対戦相手の名前出ちゃって、対戦相手の人がすげえ怒られたことあるんでね、動画消してくださいみたいな感じで。だから少なからずこの晒されたって感じる人も世の中にはいるから、もちろんハンドルネームでやってるからそれはまあ自己責任だみたいなことあるけど、ただそうは言っても気持ちの問題だから、これはだからそういう人の配慮ができてないから、あのねこれね、あの名前表示機能にはオンオフをつけるべきだと思う。基本的にはリプレイとかツイッターに上げる人もいるじゃん、あれとかもなんかその全部名前出ちゃうじゃん基本的には。だからね、ああいうのね本当に良くないんだよね。だからその一応そういうなんかその名前とかの情報は隠せるような機能を作るべきだと思う。お次はこのルームの仕様っすね。ルームの仕様さ、そろそろさ、ルーム戦なんかライフいじれるようになんねえかなっていう。あのワンキル環境のデュエル、まあもちろんデュエルレックスってワンキルできるゲームなんでそれが楽しいんですけど、あのワンキルの環境のデュエルをしたくないっていう人もいると思うんですよ、世の中には。だからなんかライフいじれるようになるぐらいだったら多分いけると思うんだよね。何時間いじれるようにとかなるじゃないですか、ルーム。だからライフいじれるようにもなんかワンチャンしてくれれば、なんか面白そうなこと起きそうだなと思って、でこれはちょっとね、なんかね検討していただきたい。それからルーム対戦中にあの全く感染できなくなる不具合っていうのがあるんですよ。これいわゆる闇のゲームってやつね、闇ゲー入ったってやつ。あのねこれね永遠に治んないんだよね、これ一生治んないのよ。これだからこれ治す気ありますかって話。そもそも大事な大会とかね、で
その再選問題とか起きちゃうから、結構だからこれはね、本当なんか紙芝居作ってる時間あったら、こっちのルームのその仕様をさっさと直してほしいっていうのはめちゃくちゃ思ってる。さあそれからカード集めについてですね。カード集めイベントの報酬さ、これかぶりすぎじゃないか、かぶりすぎだと思うんだよ俺。過去イベントのカードってなんかその新イベントでもなんかその何かぶってんじゃないですか。あれさ、なんか新イベントを頑張ったらその EX 玉とかでなんか過去のイベントも入手できるみたいなことにした方がよくない？そもそもガチャとかでさ、めっちゃ頑張って倒してさ、相手でさ、ガチャでさ、まあ、過去のイベントの報酬って言ったらすげえムカつくじゃん。すげえムカつくんですよ。でしかもなんかデュエルリンクスってさ、そのカード生成機能とかもないし、だからその新規勢は新イベントを頑張れば EX 玉で過去のイベントカードをゲットできるっていうようにしつつ、古参勢は新イベントのカードしか報酬から出ないっていうね。これにしたらさ、どっちからも文句出なくないと思うんだよね俺。どう思いますか？ちょっとですね、なんかね、多いんですよ最近本当にイベント、過去のイベントのカードバンバン被してきてて、あれすっげーイラつくから。だから EX 玉で交換もできるし、過去のイベントのカードできるし、新しいイベントは本当新しいカードしか出ないようにしてほしい。そしてこれね、過去のログインボーナス系カードカタカラにトレーダーに追加しないっていうね。これなんでだろう状態これ。なんか噂によるとね、このねサイコショッカー難民っていうのが結構いるんだって。だからこのサイコショッカー難民のためにサイコショッカーとか配ってほしいんですよ。だからそういうカードをちょっとちゃんと整理してもらって、トレーダーとかにバンバン追加してほしいなっていう感じですね。それからこれね、 EX 玉の、カード交換が1回だけっていう、これマジでめんどくさいんだよな。ドロップ運がさ悪くて、かけた時間でそのカードの報酬が全部ゲットできないっていう人いるじゃないですか、たまに。もちろんまあ時間もないっていうのもあるけど、だからそのやったらちゃんと EX 様がめちゃくちゃゲットできて、カードドロップ運が悪くてもかけた時間でちゃんとカードが揃うようにすべきだと思うんですよ。提案なんですけど、だからまあ EX 様の交換3枚までできるようにするべきじゃないかなって思ってます。なんなら EX 玉をね、課金でも手に入る仕様っていう、これにしたらまあコナミさんの利益にもなるだろうしね。まあログインイジリスみたいなやつはまあもしかしたら落ちるのかもしんないけど、どうなんだろうねその辺ね。まあ俺だったらこの早く、ゲットした玉っていうかカードを使ってデュエルするけどね。普通にイベント周回してる時間すげえもったいないもん。なんかさ、遊戯王ってさ、カードゲームなんだからさ、そのカードゲットして早くデュエルしたじゃん。デュエルしたいのに、そのデュエルをする前段階で挫折しちゃうってやっぱ良くないと思うんだよね。それからこうですね、ドリーム N チケット、ドリーム R チケット欲しいんだけど検討してはいただけないか。これに関しては売上的にね、コナミさんの判断があると思うんで、これやったらなんかそのパック向かれないとかあるかもしれないんで、まあ、これはただの要望っす。その他についてなんですが、こっからはちょっとまあ優しい要望っすね。デュエル時の BGM を聴けるようになると嬉しいなっていうね。リンクスってね、ほんとね、神の音楽アプリなんですよ。神音楽アプリ、ほんとデュエプレと一緒よ。だからね、 BGM すごいいいなと思ってて、 BGM 作ってる人天才なんで、なんでだからこそ BGM が聴けるようになるとすんごい嬉しいなっていうのがありますね、個人的には。で、それからこれシャイニング松坂、我らがシャイニング松坂の兄貴が言ってたんだけど、ルームでタックデュエルできるようになったら面白そうだなっていうね。まあ多分もしかしたら今開発してるのかもしれませんが、これできるようになったら楽しそうです。で最後ですね、リミットについて、これはみんな言いたいこといくつかあると思うんだけど、ちょまあ集約しました。ストラクチャーデッキとか、あとパックさんのカードもガンガン規制する感じに今ね、これなってるんですよ現状。アレイスターとか封印の黄金室とかで厳しく規制かけるんだったら、せめて補填するべきなんじゃないかなっていうのが、ちょっと感じまっちゃってるわ、すべきなんじゃないかなっていうのがこの現状の意見なんですよね、皆さんの。これ、まあ、今までは正直そんなに、まあその言うてその R カードとか、まあ言うて高くても SR とかが規制になってたと思うんですけども、最近やっぱ UR のカードもガンガン規制になってて、しかもストラクチャーとか の課金じゃないと手に入らないようなカードも規制になっていて、それをふざけた規制分で全部なしにするっていうのがヘイトが溜まりつつありますっていうご報告です、コナミさんに対する。まあ、ここにも書いてあるんだけど、リンクスって OCG と違ってそのカードを売るっていう、まあ、行為ができないわけじゃないですか。でさらにそのカード生成的な機能がないと
まあ、例えばデュエプレとかだったらカード生成できますよね。でシャドーバースもそうですよね。なんですけどデュエルリンクスってそのガチャっていうかパックに、なんだろうな、そこが見える、絶対その一周してれば全部揃うっていうのはあるんだけど、生成機能はないじゃないですか。だからリミットかかっちゃうと本当に1ミリも使えなくなっちゃうっていうカードがあるんですよ。例えばこの間のネオスフュージョンとリュウマドウとか打天使とか打天使の K とかネオスの K って言われてるやつですね。だからそういうことが起きた時ってそのカード入手のために自分の時間とお金を投下した人がたくさんいるので、それをこのふざけた規制分一分で済ませるのはいかがなもんですかっていう話ですね。だから補填も何もしないままほっといたら、そのライトユーザー、まあ、要は美課金税が課金欲を失っちゃってなんかゲームやめちゃうんじゃないかなっていうね。ゲームの人口が減っていけばゲームっていうのはまあどんどん衰退していくわけじゃないですか。だからまあこの辺はうまいこと、まあ、もちろんこの補填をすると新パックの売り上げが伸び悩むとかはあるのでね、難しいところではあります、経営判断としては。なんですけどやめちゃうっていう人もいるよっていうね、結構コメントでね、なんかもう無理だやめるわっていうコメント結構来るんですよ、規制発表とかのコメントを見るとね。なのでこの辺はちょっともうちょっとしっかりと考えていただいた方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、まあデータを持ってるわけじゃないんでこの辺はちょっとコナミさんにお任せって感じですけど、ね、はい。それからカードとスキル両方殺すっていう現象、これねやめた方がいいと思うスタープラスト返してっていう話なんだけど、これ簡単に言うとスタープラストなんかコナミ訴えますっていう動画作った私がちょっと言えたぎりではないんだけれども、スターブラストを規制した上でこのパズルの封印とか池お邪魔どもも規制したでしょ。これね両方は基本的にやりすぎなんですよ。どっちかでいいですよね、修正するっていうか規制するんだったら、これこっちも修正するんだったらもうこの2つほとんど使い道もないんですよ。今使い物になんないんですよ。だからスキルの存在価値っていうのがなくなってるんですよね、これ。だから規制するんだったらどっちかでいいと思う。どっちもやるのはやっぱやりすぎだと思うよ。そのね打天使の系とかネオスの系とかもそうだけど、やっぱやりすぎは良くないんだよ。やりすぎは良くない。なんか最近やりすぎる傾向があってさ、まあ、誰が考えても知らないけど、ちょっとその辺はバランスうまくやっていただく必要はあるんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあ一応ね意見は以上です。はい、いかがでしたでしょうか皆さん。まあ、ちょっと一ユーザーの意見なんでね、ユーザー側の立場にどうしても私は立っている人間なので、まあちょっとコナミさんからすればちょっと若干それは無理だよっていうのはねたくさんあるとは思うんですけれども、検討していただけるものも結構あると思うんでね、ぜひコナミに届けということで、皆さんもぜひ拡散にご協力をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。